ドイツフロリストマイスターの橋口学です。今回は膜テクニックを使ったリースを紹介します。剪定したコノハを使って制作します。材料は切り分けながら大中小大きさごとに分けておきましょう。この時に材料の形や色、硬さなどをよく観察しておきましょう。藁の土台とリースワイヤーを使って巻いていきます。藁の土台の作り方はレッスン動画2で説明しています。それではリースワイヤーを取り付けて巻いてみましょう。基本的に言えば内側は小さな葉っぱ、外へ向かうごとに大きな葉っぱという順番で巻くと良いでしょう。それでもそれぞれの葉っぱの大きさは不揃いですので、作りたい輪郭のイメージに合わせて材料を選んでいきます。ワイヤーを強く引きすぎると葉っぱもちぎれてしまいますので注意しましょう。美しい輪の輪郭が取れるように巻いていきます。リースにもいろいろな表情があります。規則的に機械的に葉を並べるのか、ランダムにダイナミックになるのか、どんな表現にするかを決めて造形しましょう。葉は乾いてくると縮んできます。ワイヤーを葉がちぎれない程度にしっかり巻いて固定しましょう。最初に巻いた葉にぶつかりそうになったら、一旦巻くのをやめます。